なんか僕らがこうちゃんとこう持ってないといけないものって何だと思います？そうですね、思いやりとかじゃないですかね。 AI なりの思いやりの表現が人類をなくすっていう方向に行くとまずいので、全ての職業が奪われた世界であれば人間はもう何をすることもできないので、なのでもう単純作業だけやらしといた方がいいんじゃないかなと。あまり考えるってことをさせない方が僕はいいと思います。もうこれぐらいまでで進化はもういいんじゃないかと。これからね、やっぱりそうたくんみたいな子供とか、もしかするとそうたくんみたいな子供を抱えてる親御さんとかも見てる方たちにいると思うんですけど、なんか自分がこの経験をしてみて、子供とか親御さんたちに何か伝えたいこととかありますか？そうですね、まあでも面白いけれども、やらなくてもいいかもしれないですね。やっぱ疲れますよ、そうね、特にこうそうたくんのお母さんは実はハラハラしながら見てた、まあ、相対的にはやった方が良かったのかやらなかった方が良かったかというと、結果やって良かったと思ってるんですけど、やっぱり仲裁は大変でしたし、初めのうちはヨンちゃんと会ったらまず体調を崩してっていうことだった。下痢とかになってたみたいよね。はい、もうちょっと相性の合う人とやっていただいた方がいいかなと僕は思います、ね、でもこれも難しいよね、この相性合う、最初合わなかったけど徐々に会っていきながら、 そこでお互い学んでいくことあったわけじゃないですか。そうですね、やっぱり ここが相性が合わないと難しいかもしれないですね、そうだよね、本当よね。そのマイナスなところから本当にスタートしていきながら、ね、でもよくね、まあ、ここまでやってこれたなというふうに思いますよね、そうですね、だからまあやっぱりやり方次第とか、まあ、特にあり方次第で、いかでもやっぱり子どもたちが自分たちの才能とか能力を発揮していきながらね、まあ、こういった活動ができるんだっていうことを一つもしかすると示せたのかもわからないですよね。かもしれないですね、ただちゃんとマネジメントじゃないですけども、守ってくれる人がいないと厳しいと思いますよ。この守る人って大人ですじゃないですか、やっぱり基本的に、これどういう人がいいとかっていうのはありますかね。程よく他人がいいと思いますよ。程よくやっぱり親がやっちゃうと可愛いだとかっていう感情が出てきちゃうので、いい感じの他人の方が僕はいいと思います。なんかある程度距離がある感じ、可愛さあまりに子供ファーストで物事を考えがちみたいなとこね、だからまあアンチとか出てくると親がより攻撃的になってしまうというか、守りたいがゆえにっていうところ、そうですね、それでなんか親とアンチが揉めてるみたいな状態見かけますもんね、ありますねだからちょっと本末転倒みたいな感じになっちゃうんで、やっぱりこういう活動していくっていう風になると、大人側のやっぱり奈々ちゃん ね、 そうね、責任というか、そうそうそう、あり方っていうのは非常に問われますよね。もうそれが多分空気で出てると思いますよ、私たちが多分そうたのニュアンとしてることを聞こうとする感じがね、良かった、代弁というか代理で、ね、子供ちゃんの声を聞けてる姿が良かったんじゃないかなとも感じますよね。みんなも聞きたいんだと思うんだよね、本当はね。もちろん YouTube っていうのは若干こうコントロールが必要なんで、僕がこうリードしていきながらね、ある程度こう方向性を決めていくっていうことをやってたんですけども、はい、宇宙の話し会だけはね、ソータがマックス自分のそのお話をできるっていう場面だったんで、僕は外れるとかね、僕がいるとやっぱり僕のお話というか僕の流れになっていくっていうところもあったり、なんかそういう住み分けみたいなのも相談しながらうまくできましたよね。そうですね、クラリオン星人がとってもね、ヨンちゃんのことを嫌っていたと言いますか犯罪者だと思ってたもんで、恐ろしいな、一緒にいるとダメだと、仕事にならないと、クラリオン星人ね、はい、今はどう思ってるかね、この3年半という時間を経てクラリオン星人のヨンちゃんに対してどう思ってるんですかね。今は罪がないっていう、今は罪がないや、でも好きではない、まあでもだいぶ進化しましたよ奈々ちゃん、すごい、ね、罪じゃないってすごいね、消化されたんだ、記憶喪失になった犯罪者みたいな感じで思ってるみたいですよだから僕のこの今の生まれてる僕自身には何の罪もない、ないには罪ないです ね、 そ、 れ、 言えてるね、それを今なんかグラリオン星人で最初区別できなかったんですよね、そうですね、区別しなかったんじゃないですか、わざと宇宙だとそういうことが多いんじゃないですかね。奈々ちゃんに対してはどんなように思ってるでしょうかね、いい人、あ、いい人音何も、まあ、悪いことしてないですしね、だからそういうなんかバランスがね、まあ本当にうまく取れた、ね、だけれどなぜ正反対の人とくっついてしまったんだろうかっていうふうに言ってました ね、 ね、不思議な、だからクラリオン星人も経験というかね、そうだね、そうだね、まあ、体験をしたんではないかなというふうに思っておりまして、本当にね、
あの僕も奈々ちゃんもね勉強になったし、そうだから学んだことも本当にたくさんあったし、まあ、クラリオン星人から教えてもらったことっていうのがね、もう自分の人生を変えていくっていう上ではね、まあ、非常に参考になったっていうところなんですけども、今後ねもう颯太君がこう出てこない、次まあもしかすると総理大臣になる時の年齢が35とするのであれば、うん、23年後、まあ、大体そのぐらいです。と GPT とか知ってます？わかりますよ、ね、こう AI の技術がすごい日進月歩で高まってきてて、うん、僕ネットのニュースで見たんですけど、こうイーロン・マスクとかね、うん、ああいう人たちがこうチャット GPT っていうものを開発して、うん、今その開発競争が進んでるんだけど、うんうんうん、ちょっと危ないんじゃないかなっていう状況になってるみたいなんですよ、うんうん、AI がもうすごいスピードで進化しすぎて、うん、要するに人間側が準備ができてない、わかりますかね、うん、その状況で技術だけがどんどん AI によって進化していくっていうことで、非常にこう懸念を示したりとかっていうことがあったりするんですけど、まあ、シングラリティとかいろいろあったりはすると思うんですけど、この AI が今後どうなっていくとかっていうのはありますかね。そうですね、 AI は今のところ絵を描いたりお話に答えたり電気をつけたり消したりみたいな感じで割と楽しんでると思うんですが、これからは結構奪われる職業はやっぱりあるでしょうね。そうよね。だからこのまま少子高齢化で言い方は悪いですけども、高齢者の方がどんどん減っていって、このままのペースで、子供が減っていけば残る職業ぐらいで人類回せるんじゃないかなと、思います。なるほどね。今まで人口が多かったから、うん、ある程度こう末端まで仕事が行くようにっていうことで、うん、まあ、それをこう技術でカバーするっていうことではなかったんだけど、うん、やっぱり言ってますもんね、年収400万円以下のホワイトカラーの仕事はもうなくなるっていうふうに、うん、AI が登場することによってね、うんうん、だからまあある種言葉を変えると単純作業から人間が解放されるみたいなところあるじゃないですか、うん、そうですね。どうですかね、この23年で地球はどれくらいまで進化するというか、どれくらいまで変化するように思いますか。いやでもそうですね、僕はやっぱり分からないが正解じゃないかなと思いました、うん、分からないね。2000年の頃の方って今23年後なんですけど、うん、2000年から、絶対今のこの社会は想像できなかったと思うので、分からないです。分からないね、本当この20年えぐいもん、進化の、まあ、先が分からないっていうんですけど、なんか颯太君は逆に個人的にはこんな風になってたらいいなとか、うん、こういう社会とか世の中がこんな風になってるといいなみたいなのはありますか。完全に理想なんですけど、はい、仕事しなくても生きていけたらいいなと、はい、僕は思います。ちょっとベーシックインカム的なお話になってくるのかな、うん、そうですね、うん、なんかベーシックインカムになると、うん、まあ、もちろんねそのお金で基本的な生活はしていきながら自分の好きなことをしたり、うん、自分の才能能力を生かしていくっていうことで、うん、お金のために嫌なことをするっていうところから解放されるっていう方もいるし、一方では人間がこう創造性とか、うん、要するにこう努力とか頑張りみたいなのがなくなるんではないかなっていういろんな意見があるんですけど、うんうん、ベーシックインカムについてはどう思いますかね。まあ、欲しい人だけ受け取るっていうので、やっぱりお金があれば安心して何かを作ったりできるっていうのもあると思いますので、生み出せるね。でやっぱり仕事は AI に奪われるものだと思いますよ僕は。うん、まあ、だからそういうところもなんか二極化していくというか、まあ、もちろんベーシックインカムもあるんだけど、なくてもまあそれでお金を稼いでそれ以上のことをやれる人もいれば、まあこれで満足してまあそれでその範囲内の中でなんか人生を楽しんでいく人もいるっていうことですよね。そうですね。よくわからないおじさんたちに管理されるよりは AI に管理された方がマシかなと僕は思いますね。だからまあ人間の仕事っていうのはある程度睡眠が必要だったり休息が必要なんで、一応こう断続的なところになるんですけど、AI って結局ずっと作動してるわけじゃないですか。そうですね。ね、情報も含めて今世界中のインターネットの情報っていうものを集約していきながら学習していきながらアップデートを重ねていくわけじゃないですか。そうですね。電力さえあればいくらでも動きますからね。ね、だからある種産業革命で人類のこう、ね、レベルが上がった生活レベルもね、もう飛躍的に向上したわけじゃないですか。はい。なんかそれに次ぐ、そうね、もっと言うのはそれ以上のなんか革命が起きそうな感じが僕はしてるんですけど、そうですね。これクラリオン星人的にはどう見てるんですかね。いや、こういう時期があったなみたいな感じですね。過去だからね。やっぱり宇宙から見るとこれっていうのは正常進化っていうところなのかな。まあその星によって状況が違うので、まあ好きなようにやってもらえたらいいんじゃないかとおっしゃってます。まあこれ SF の世界かもわからないですけど、やっぱりどっかのタイミングで人間が今までやってきたことを手放していきながら、まあ AI に任せるところは任せていきながらっていうふうに分業化されていく。
今まで人間が頭の脳で全部のことを考えて手を動かしてってことをやってたのが、考えるのは答えを出してくれるのは AI であり、そして手を動かしてくれるのは産業ロボットとかが手を動かしていきながら形にしていくっていう時代。でもなんかチャット GPT とか見てても思うのが、こっちの人間側のなんか質問力というか、どういう問題を定義をするかによって AI の答えが全く変わってくるっていうところで言うと、だから人間側のなんかこう素養というか、そういうのすごい大事ですよ。スペック大事ですよね。大事ですね。だけどあのこのまま進化を続けていけば、人間の娯楽がきっとあの僕が思うに、仕事がなくなるので他の星に新しい生命を誕生させてみて、どう発展するのだろうかとかを見て楽しむっていうことになってくるんじゃないかなと思います。だからまあ本当にね、こう宇宙に進出していくっていうところも、人間の脳で言うと考えきれなかったものが、例えば量子コンピューターとかね、そういった AI のを介していけば、その計算スピードとか月に到達するまでのまあ計算式っていうのが出てくることによって、一般人でもできるようになりそうですよね。ですよね。だからまあ特殊で、今まではこう一部の天才しかできなかったことが、AI を介してしまうとある程度普通の人でもできてしまうっていう。そうですね。そういう時代にね、まあなんか突入していくんではないかなっていうふうに思うんで、そういうテクノロジー的なところと、まあ人間がこう失ってはいけないものっていうのは僕はあるように思うんですけども、なんか颯太君が人として大事にしないといけないものってどんなものがあるように思います？やっぱり食事じゃないですか。食事、はい、僕は食べるために生きてるので、それがなくなっちゃったら悲しいですよね。前は僕本田健さんとね対談させていただいた時に、本田健さんが言ってたのは、一部の人はメタバースの世界に入っていって、ずっと仮想現実の世界にいて、食べるものはなんかアマゾンとかがドローンで運んできて、カプセルの中に栄養剤ポコって入れると、それがチューブを通して栄養が体の中に入っていって、なんかそうやって生きる人も出てくるんじゃないかなみたいなこと言ってたんですけど、そういうなんか生き方をする人も出てくるんですかね、今回今後かもしれないですよね。その方が楽ですもんね。だから食を楽しむっていうことも一つの人間の欲求だけど、それが必要のない人もしかしているかもわからないですよね。いるかもしれないですね。ただやっぱり人と人との関わりはもしかしたらあった方がいいかもしれないですね。そういうように人間は設計されているので、人間がこう例えば僕ら自身が AI だとした場合ね、まあ、遺伝子プログラムを持った AI だとした時に、なんかコアにあるものというか、なんか僕らがこうちゃんとこう持ってないといけないものって何だと思います？そうですね、思いやりとかじゃないですかね、僕的には。なるほどね。そうね、奈々ちゃん、 AI に思いやりとかっていうのをちょっとこう学習させるのって、学習させようがないような感じはなんかしないことないです？でもね、私は実はできると思っていて、データなんで、まあ、今ね、そうだ言ったその思いやりとはっていうものがデータ化されると、AI は AI なりの思いやりの表現はできると私は思っているんですよね。ただその AI なりの思いやりの表現が人類をなくすっていう方向に行くとまずいので、そうね、これが一番大変だから生きていない方がいいっていう結論に達してしまうと、全ての職業が奪われた世界であれば人間はもう何をすることもできないので、だから SF の世界であるんですよね。例えば AI が人類のためを思って人口を減らすために人間を攻撃するとかっていう、それが人間のためになる思いやりだっていう風な錯覚で AI が暴走するっていうのはなんか SF の世界であったりしますもんね。だから僕らのなんか思いやりっていうのにも角度はいろいろあって、いろんな見方捉え方感じ方があるんですけど、まあ、そこまで AI がキャッチできるかどうかっていうのは若干ちょっと怖いところがありますよね。そうですね。なのであのもう単純作業だけやらしといた方がいいんじゃないかなと、あまり考えるってことをさせない方が僕はいいと思います。そうですよね。単純作業に特化するっていうのもやっぱり人間で欲があるんでね、こうビジネスになったり事業になると思うと、今すごいじゃないですか、こうチャット GPT の、もちろんこれ便利なものだし、僕らがこの技術を避けて通れない時代っていうのは絶対来るとは思うんですけど、難しいですよね、こう使いこなし方っていうのはね。そうですね、もうこれぐらいまでで進化はもういいんじゃないかと思います。まあ、今でも困らないですもんね、別にね、これで、進化し続けるよね、でもね。まあ、ということでね、ちょっと最後の放送はね、若干今後のね未来がどうなっていくかっていうところのお話をさせていただいたんですけども、まあ、本当はね奈々ちゃんね、今後も颯太君とずっと中学校に入って高校に入ってもね、その時々でイシューっていうのが変わってくるんで、こういったトークをいろいろやっていきたいところなんですけど、節目として一回ね、こうやって区切りっていうのは大事ですよね、颯太君。そうですね。なんでね、まあ、ぜひね、あのまた今後どんな風な形で
まあ、ソータ君がね、うん、皆さんの前に登場するかということも僕も全く分かってないですし、うん、でリーディングももう終了したんですよね。はい、うん、そうです ね。だから本当にこれで全ての活動が休止で、もうライブっていうのが最後になって、まあ、ちょっとライブの模様っていうのもね、皆さんにはどっかのタイミングでシェアはさせていただこうと思うんですけど、まあ、YouTube のね本当に放送は最後ということで、まあ、非常に名残惜しいしね、うん、僕と奈々ちゃんとしても非常に寂しいっていう思いが、そうです ね、うん、ねありますけどもね、うん、こう惜しまれてやめる方が僕はいいなっていうふうに思っててね、いいね、飽きられてねもういいやんかと、うん、いつまでそんな話しとんねんっていうようなよりも、うん、なんかこのタイミングでやっぱりソータ君もそれを決断できるっていうところがね、まあ、非常にあの人生設計が実はちゃんとね、まあ、僕はできてるんではないかなっていうふうに思うんで、最後のソータ君のメッセージの前にまずはね、クラリオン星人の方からなんかね、見てる皆さん、視聴者の皆さんにね一言メッセージをいただきたいと思いますんでお願いします。言ってもあまり変わらなかったけれども、うん、まあ言ってもよかったんじゃないかと、もうあのクラリオン星からは特に何も言われてないですよと、もう自由に生きてくださいだそうです。自由に生きてくださいっていうメッセージですよね、まあ、伝えることはもう伝えたよと、あまり変わらなかったかもわからないけども、まあ、結論的には皆さんを見てて自由に楽しんで生きてねっていうことを、ね、うん、なんかそんなようなメッセージに聞こえたけど、奈々ちゃんどうですかね、うん、今の聞いて。まあそうですよね、だから逆に今までずっといろいろ教えてくれてたんだろうなってすごいこう思うし、今からはまあ皆さんに任せますっていう風な、ね、感じには聞こえました。非常にね、あのなんか深いメッセージというかね、なんかやっぱり考えさせられるものがあるなっていうふうに思うんですけど、改めてね、ソータ君からね、ぜひ視聴者見てた皆さんにね、まあ、感謝の言葉というかね、まあ、お別れの言葉をね、うん、伝えていただきたいと思うんですけど、お願いします。ありがとうございました。またね、あの僕は1年間しか登場してないんですが、うん、またもし登場することがあればその時はあの応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、本日をもって、ソータ君のね YouTube の、まあ、放送っていうのは終了になるんですけどもね、本当にたくさんの皆さんに応援されて支えられてね、宇宙人シリーズ続けてこれたんで、まあ、もちろんソータ君にも感謝ですし、奈々ちゃんにも感謝ですしね、ソータ君のお父さんお母さんね、そして周りのね、まあ、スタッフとか仲間にもね本当に感謝、そして特にやっぱり見ていただいている視聴者の皆さんがいなければ、まあ、ここまでね今日までなかったっていうふうに思うんで、本当にあの視聴者の皆さんにはね、まあ、本当に一人一人会って感謝を述べたいぐらいね、コメント欄に温かい言葉しかない、もう9割方がみんな応援の言葉で、たまに若干ね、まあ、そういった嫌な言葉もあったりはしたんですけども、でもほとんどの方たちがね応援していただいた事実っていうのをやっぱり大切に受け止めてね、また僕らも今後ね、あの第2第3のソータ君が出てくるかもわからない、まあ、そういった時は同じようにね、まあ、全力で応援させていただこうというふうに思っておりまして、まあ、僕の進行でね、まあ、いろいろ皆さんも感じるところもあったりね、まあ、聞き苦しいところもしかしたらあったかもわからないですけどね、まあ、僕なりに全力を尽くしたと思いますんで、また今後もね OWCB 応援していただいて、まあ、いろんなこう多彩なゲストを呼んでね、皆さんのなんか人生のね少しのプラスになるような情報をお届けしたいと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日卒業を迎えて、ソータ君がねこれから総理大臣の道に行くぞということで、もう昨日からもうバンバン燃えたぎってる気持ちがね伝わっておりますので、本当に最後に最後にね、ソータ君から皆さんにメッセージをお願いします。バイバイ。皆さん3年半ありがとうございました。高評価ぜひ、チャンネル登録もお願いします。バイバイ。やっぱりいろんな情報が出てくると管理もしにくいですし、ね、間違った方向に行く人が一定数出てきちゃうと、日本人特有の全体主義が働いてみんな死んでいきますんで、機械阻止したいっていうのもあって、あの陰謀論を国はなくしたいっていうか阻止する方向にあるんじゃないかなと思います。いよいよファイナルですね、ソータ君。そうですね。今のお気持ちは？いやうまくいくかなといったところで、まあ一応ね、ありがたいことにうまくいかなかったことはないんですが、こんなに見た目子供でも全然自分の意思を持って考えを持ってるってことをもう見てもらうしか、なんだかな、通じない、いくら伝えてもやっぱ子供子供として見てしまう大人めちゃくちゃ多いので。終わりちゃいましたね。終わりましたね。いやなんか終わった気はしないですよね、なんかね、終わったというか始まったというか、そういう気持ちでいっぱいですし。